る映ってる、こんな感じか。南の島感が出てきたぞ。ちょっと広い、空が広い、低回転数アシスト、どうなんだろう。ああ結構でもね、いいっすね。クリープ現象がいい感じでアシストしてくれて、総勢5名5台のツーリングになりましたね。ほんと久しぶりだなこんなの。結構ね、そうシフトチェンジがねしやすいっすねこれ。結構軽やかに入ってくれる、気持ちいいな。いやスズキの大型バイクいいですね。ちゃんと。まあクイックシフターみたいにはいかないですけどね、やっぱり。いいな、なかなかいいよこれ。シフトチェンジも楽しい。空気が気持ちいいな。ほぼ林道に近いですねこれね。車はこれちょっとすれ違えれないよな。舗装はされてるけど、ほぼ林道です。おーでもいいな、なんかこう気持ちいいですね。鹿の山、鹿の山、どっちだろう。おだいぶ上来たな。おお。九十九谷公園。うわめっちゃ絶景。下りですね。うわ景色いいわ。1300速っ、相当速いわ。
早い早い。軽トラがいなかったら追いつけなかったかもしれない。すげえ気持ちいい。なんだこの道路、千葉広いな。そして平坦が、平坦で、わい、高速コーナー多いな千葉。道路も綺麗だしめっちゃ気持ちいいっす。開けてるしね、いい道だな。知らない土地は走り慣れた人と走るのが一番ですね。こういういい道知ってるし。のどかだな。うわ広、空が広い。おお、なんかあるぞ。おお、地層が見える。地層が、カフェグローブ到着。中央から、アクアラインの方抜けて帰ります。やっぱね、1日乗ってみて、まあ初っ端のね、あのツーリングに使ったわけなんですけども、この GSX-S750 なんですけどね、
や本当にねツーリングにはもってこいでしたね。リッターバイクにもねなんとかついていくことはできたんで、まあガーって離されちゃう時もあったんですけど、うん、結構曲がりやすいんでねこのバイクすごい。であとタイヤがねいいっていうのが本当分かりました。倒し込みがね早いみたいですね。やっぱりこれこのタイヤは僕、まあ、最初からこのタイヤなんで特性はちょっと分かんなかったですけど、CB1300 乗ってる方がね同じタイヤ履いてまして、こちらの倒し込みがやっぱ早いっておっしゃってたんで、タイヤがいいみたいですね。やっぱりこれ素晴らしいな、標準装備でこのタイヤ履いてるっていうのは、うん、いいバイクです、いいメーカーです。スズキン完全完成してしまいましたね。まあ言ってもヤマハも持ってるからっていうことで、ウイルスに対するワクチンみたいなね感じでバランスを保っていければと思ってますけど、だからそういう意味もそういうまあ理由もあってコーナリングがねすごくしやすいっていうかなんていうのかな、ちょっとねこう曲がり始めが遅かったかなみたいな時でもね、やばいやばいっつってガッていったらすぐこうなんか破綻せずに回りきれるっていうか、うん、コーナリング性能がすごくいいですねこのバイク。無事タイヤの皮むきもねそこそこ8割方使うことできたんで、うん、なかなかいいっすね。今日はこれで多分何キロぐらい走ることになるのかな、300キロぐらいは稼げたんじゃないですかね。慣らし運転としては上出来じゃないでしょうか。一応5000回転から、まあ、6000回転ぐらいまでは使いましたけど、全ギアを駆使しまして、慣らし運転もしつつ千葉県を回ってみました。まあ終始ねやっぱりこの音がいいですよ。まあスズキのエンジン特有なのか何なのかちょっと分かんないんですけど、このマルチの音すごい気持ちいいんで、若干多分ね ボボっていう吸気の音も混じってるんですよねこれ。なんかそれで重厚感が出て、特にアクセル開けた時がねなかなかいい音しますよこれは。いや価格も安いしでね、多分乗り出し価格ね Z800 と同じぐらいでした。うん、川崎の、あそれで迷ったらねやっぱこっちを購入してしまいますよね。でおかげでね余剰の金額が出あのお金が出たんで、バイクジャケットとかねそういう方に回せたんで、すごくいいですよ。やっぱカツカツでバイク買っちゃうとね、せっかくいいバイク乗ってるのにみたいな状況にもなりかねないんで、バランス的にもちょうど良かったのかもしれません。あとね走行風なんですけどね、これこのプーチのスクリーンつけてるんですけど、まあ、それのせいもあるのか結構体に当たる分はカットしてくれてるっぽいですね。まあ、頭の方まではねさすがにちょっと抵抗を感じますけど、でもそれでもね結構、うん、負
感は和らげてくれてるような感じはしますね。それとね、あのこの RS 太一の E ヒートなんですけどね、あの電源入れて温まるっていうその性能自体に対しては、うん、すごくいいと思います。ただね、あのまあ最初初めてのバイクっていうのもあるんですけど、あの結構ゴワゴワしてて、あのまあやっぱ使い込まないとちょっとこのバイクの操作は、うん、ワンクッションちょっとね遅れるんで、少しねクイックな操作が必要な時とかは若干怖い思いしましたね。今日フロントブレーキがね何度か遅れたことがあって、まあ性能に助けられましたけどバイクの、うん、ちょっとねやっぱグリップヒーターも少し考えた方がいいかもしれないですね。あの一長一短あるんでやっぱり、ですかね、結構一日乗れたんで今日はすごくねこいつのことがねちょっと理解が深まりましたね。この新しい相棒 GSX-S750 の、まあ総じていいバイクですよ。価格もあると思います。価格に対しての、うん、満足度が非常に高いバイクだと思います。さあここで首都高の方に行こうかな。自分はトシさん、タモさん、ありがとうございます。楽しかったです。さてこっから首都高入ります。なんか渋滞してるっぽいんですよね。いやー、まあ、あの帰るまでがツーリングですけども、とりあえず皆さんとお別れしまして本当にありがとうございました。とても楽しかったです。やっぱでもねリッターバイクはね速いっすね。何度かね離されましたね。でもまあ全然ね不足があるっていうわけでもなく、僕もまだ納車したてっていうのもありますんで、今日のところはこんな感じでいいツーリングになったと思います。ほんとね15年ぶりぐらいですよこんな団体でツーリングしたのは。ぼっちライダーからねちょっと卒業できた感じがして、いや嬉しかったですね。さて今回ね、あと燃費なんですけど、うんとね、大体20キロぐらいですね。20キロちょい。途中ガソリン入れたんですけど、満タン砲で20キロちょいでした。確かね、7.9 リッターぐらい入ったんですけど、160キロぐらい走ってたのかな確か、うん、
大体20キロぐらいって感じですかね。廃屋ですけどね。まあでも、20キロ行けばそこそこなんじゃないですかね。いいと悪くない方だと思います。はい、ここで、まあ、恒例のですけど、電池パック切れということで、締めのね、映像が撮れてなかったんで、ちょっとアフレコで入れておきたいと思います。いや本当に楽しくて、いいツーリングになりました。またこういうコミュニティのツーリングなんか参加したいと思ってますんで、またその際には動画上げていきたいと思います。こうやってね、ツーリングの動画なんかこう見返していくとですね、またねこのバイクのいいとこ悪いところ見えてくるんで、自分のね今後のカスタムの参考とかにも、なって、結構いいもんだなと思いました。それではね、また動画でお会いできればと思います。では